湯原ダムに来ました。で、旭川の、まあ、元となる、まあ、ダムなんですけども、あの貯水率がだいぶ下がって、その本来ダム底にあるべきものが出現したという、話なんですけども、昔、まあ、この目の前のエリアは町があったんですよね。で、まあ、情報によれば学校跡が出現したということで、ちょっと今日行ってみようかなと思います。先週までは貯水率が 17% だったんですけども、今日見たら 46% ぐらいありました。でもこれでもあの取水制限しないといけないという、状態なんですけども、まあ、徐々に水が溜まってきてます。おそらくね、これこの石垣とかも何かあったのかな。まず初めに見えるのが、なんだろう、学校の跡なのかな、なんでしょう、ここに何か立ってたような、そんな跡が残ってます。石臼が、これもなんかの土台ですね。これも文政3、ちょっと今では見ないような使い方をしてますね。3、なんていうもんだろう、これほとんどこのちょっと石はほとんどお墓っていうんですね。ここにもなんかありますね。リアルすぎですね、これは。感性って言うんですかね、感性。7月。いや、まあこれも形がしっかりしてますね。立派なお地蔵様です。これですね、目的地。お寺の、お寺というかお墓のもう隣にあるこの学校の跡地。昔ここにね、学校があったということです。河原もありますね。
学校としての機能はもうなく。そうですね、数年前に並行して今、公民館機能的なところと、2階部分で漫画館っていう形で10万冊ぐらいの地域の拠点施設館みたいなのを、2階に漫画、まあ、図書館的な感じですよね。そうですね、まあ、入館料払っていただくと、まあ、1日自由に出入りして漫画読んでいただけるって感じしてます。まあ、土日祝日。そうです、土日祝日で開けてます。その解体して、はい、その再建したのはいつ頃なんですか？平成6年。こんな感じで、あの駄菓子屋コーナーもあります。で、入館料が大人500円、中高生300円、小学生200円、乳幼児無料となっています。まあ、夏の思い出、まあ、これからの、ね、読書の秋とかいろいろあると思いますけれども、あのガチャガチャもねあります。明治8年に維新小学校と清廉小学校それぞれが設立して、はい、で、その後、昭和29年に統合で二川村立ですね、当時は二川村立二川小学校。なるほど。で31年の統合時に湯原町立に変わり、ずっと分校もあったんですけど、それが統合されて、で、平成6年ですねに、改築で今の形になるほどなってます。その、ま、当時の、ま、平成6年までのその校舎っていうのは、校舎の写真っていうのはあるんですか？そうですね、向こうに。あ、はい、じゃあ、あ、この辺は新しい。そうですね、新校舎なんですけど、ね、それこそ本当の最初の清廉小学校とかはこの形だったんですね、当時。じゃあ、あれですよね、これとそのダム底に沈んでいた学校が、こっちの、こっちが、最初のダム底の今ある維新小学校。これですよね、本当に、そうですね、この前撮ってた石垣とかがまさにそれだと。そのすっごい縦長に長い学校じゃなくて1階なんですね、1階だけの一戸建てというか。じゃあこれもダムのできる前の建築時の写真ですね。あ、じゃあこれも運動場というか。そうです、そうです、当時あったんですね。この当時の小学校に行かれてた方とかまだご存命だったり。そうですね、この前ここの漫画館として再度、まあ、再スタートした時にですね、この辺の写真をちょっと廊下にずっと掲出したんですが、来られた方が自分のご自身を探されるっていうのをねされてたんですけど、皆さん何年だっけと言いながらなるほど、いいこれ〇〇ちゃんだよねって言いながらずっと探されてましたね。それこそ本当に昔は、相当人口も多くてですね、見ての通り卒業生も多かったんですが、最終この二川小学校として並行する年には本当は、何人かな、数えるほどいないし、10人もいないぐらいです、ね、毎年の卒業生が一桁っていう状況が続いてたんで。29年ってことはこの代が最後だったってことですかね。そうですね、29年のに小統合なんで、そうですね、9月に水没だから、まあ途中でやっぱり移動されてってことですよね。10月に統合。この清廉校ってのはこの近くにあったんですか？おそらくこの位置にあったんじゃないかなと思われるんですけど、
ちょっと僕もそこら辺はもう覚えてないので、ちょっと地域のおじいちゃんおばあちゃん方に聞けば分かるのかもちょっと知れないですけど。なんかあのすごい軍服を着た方がおられるじゃないですか。そういう時代だったんでしょうね。なんかもうやっぱりそういう訓練とかをやってたとか、まあ感じですね。もう雰囲気的にはなんか当時の高等科っていうのが、だから今の中学校とかにあたる学科だったりするんだと思うんですが、いろんな歴史の中で今に至ると。そうですね、旧制学校の時代の話になると思います。これだけあの 村というか、まあ、この地域には人がいたっていうことですよね。そうですね、昔はかなり人口が多かったというか、まあそうですね、この辺の二川村としてのエリア全体を指すものなんですけど、の資料としてその辺の方言であったりだとかをまとめた資料です。足る、足りる、おる。若干なんか、まあ、岡山弁に似てるけど、まあ、ちょっと違う部分もあったりする。多分山間部の言葉なんで、若干こういう感じだったんですね。そうですね、この辺立石とかですから、とか種になるんで。まあ、あのこの辺があの長谷川と淡谷川の、まあ、二股の合流するところだったっていうんで二川という地名になったそうなんですが、あとはまあ大山としてのとの、流通路としてのところが大きくて、あこの辺とかそうだったんですか。そうです、そうです。でその辺でまあ人口が定着したんじゃないかっていうふうに。これがその34年度ですねの学校の西、維新小学校ですね、はい、で、まあ、当時のやつを見ると、昭和24年7月の出席簿でいうと160名ぐらい在籍。お、結構でも多いですね。そうですね、ちょっと僕も読み切らないんですけど、シベリア帰還なんていう言葉があるあたり、あれですか、戦後のあれですよね、シベリアのなんかやっぱりその戦争の流れとかあれですよね、いう感じだと思うんですけどね。中国大陸とかあの辺のすごいですよね、この当時の記録ですね。ちなみにあの男性と女性 どちらが多かったですか。当時はそんなに大きく差は、女性が69、男性が90かな、うんうんうん、ちょっと高ったよりはあるのかなって、うん、だそれが下のやつが文庫があった頃の写真ですね。でこの前あのダムの底行かれた、もうこれですあの跡地となってからの写真ですが、地域の方が撮られた写真ですね。じゃあまた同じように干上がった時に撮られたっていうだと思うんですけどね。ちょっと撮影年月日が書いてなくて、裏側も何も書いて記載がなくてですね、ちょっと特定できないんですけど、4年余りの歴史を有する市小学校はまあ完成によりっていう話ですね。この辺とかもあれですかね。それがダムができてからの写真です。渡し船なんかあったんですね。それこそ昔湯原のあの辺ね、ロープウェイもありましたし。あ、そうですね、ありましたね。こっからが漫画館の。そうですね、平常時は。これが最後、閉校する時の二川小学校。おー、立派な。調律時代と、私立の手柄が残ってる。あ、茨町立と前には私立、これの前にまだ要は、二川村立時代があり、でそれよりさらに遡るのが先ほどの維新
青年のあと文庫があった頃の歴史につながってるって感じですね。なるほど、はい、ちょっと残ってるもの的にはこんな感じです。じゃあそう、せっかくなんであと、まあ、漫画のPR 的な感じ。でも綺麗な格好でしょ。ですね、なんかそんなになんかね、やっぱできたばっかりというか比較的 まだ新しいというか他に比べたら、はい、ただなんか昔のなんかそういう雰囲気がの残したような、なんかちょっと懐かしい感じも少しありますね。なんかあの見ての通りかなりふんだんにも気を使ってまして、はい、あの当時は相当いい学校として建てられた。うーん、平成初期。なるほどね。まあ、またいいですよね。なんか閉めてしまってるんですけど、この辺各教室で楽しめる。おお、もうゆっくりできるんですね、これ。ピアノは平行時の状態のまま置いてあります。ちなみに弾くことはできたりするんですか、なんかその子供さんとか来て、はい、触っていただいて。ああ、なるほど。あ、もう本当にあの本当に漫画がいっぱいありますね。そうです。大体今10万冊。10万冊。これもあの古本市場さんが。提供っていうことですかね。はい、提供、はい、いただいて、ね、ちなみに飲食は禁止。まあまああの軽食程度であれば、はい、飲み物は OK です。あ、でもしあのしっかりしたお食事、お弁当とかを持ち込まれるんであれば、あの下の給食室の食堂スペース開放してますので、そちら使っていただければ。ただあのご飯食べるとこ近隣でないので、あのできればあのピクニックの感覚で弁当を作って持っていただいていただけると助かります。別に外でも大丈夫ですもんね。あ、全然あの外で食べていただいてもいいですし。天気が良ければ、はい、椅子も外に置いてますので。面白いですね、本当に。こういうスペースというか場所があるっていうのもなんかねえ。こっち側は理科室と家庭科室として。おお、わ、理科室の雰囲気が残ってますね。いや、あ、匂いもその理科室の匂いだ。一応この辺はあの過去の、卒業生のアルバムとかなんですけど、ここはもう地域の方自由に見ていただければ。なるほど。あ、じゃあこの建物が、学校として使われてた時代の。そうですね、名残。あの実験器具なんかも実はあの壁の棚の中に入ってまして、あの顕微鏡であったりとかも残ってるんで、普通に雑多に物を置いてるだけなんで、そ、もうそのままですね。そうですね、本当に当時のこういう、あ、懐かしい、アンティーカ電源とか、この辺があの天秤とか顕微鏡とかですね、入れてるんですけど、こういうふうに、お、はい、当時の実験機材そのまま置いてます。そのまんまですね。顕微鏡というか、環境メーター。先ほどの写真よりちょっと分かりやすいですね、なんかまとめてあって。まあまあちょっとここに出したのはほんとピックアップしたものだけなんですけど、ほんと1年の通してのちょっとした地域の方が撮られた写真だったり。うーん、でもあの冬になったら本当にあのスキー教室的なのがあったんですね。そうですね、あの今でもちょっと雪の多い年は雪に埋もれますね。冬はスタッドレスないしはチェーンないとちょっと上がってこれないとは。なるほど、なるほど。あ、これ分かりやすくあのね、この説明が、これもなんか並行した時のに今ちょっと分かりやすくっていう形で地域の方で作った。一番初めにこのエリアでできたのが明治8年っていう。そういうことですね。そこからこのダムに沈んでいた小学校が26年にできたっていうことですかね。そうです。ああ、こ、尋常、あ、名前変わって、あ、明治10年ですね。そこから尋常小学校っていう名前で、はい。ずっと統廃業というか名前の変更をしながら、そこからずっとまあ国民学校にもなって、そうですね。この辺からちょっと戦時色が出て、そうですね、軍服を着た方とかが先ほど、そうですね、服も着物から洋服へ変わり、そうですね、でそこからね、30、24年、あ、まあ、29年ですね。
で、今の場所に至ると。そうですね。これがここの旧校舎の形だったんですね。ほう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 。あ、じゃあ今はもうさら地というかなってるけど。そうですね、形変わってますが、当時はこういう形だった。で、これがダムですね。そうですね。これはこれは中学校の、あ、あの手前にあった。そうです、そうです、木造校舎の。じゃあ、あの、その当時のほぼままみたいな感じなんですかね。そうですね、これ何の年の写真かちょっとあれですけど、昭和20年代かなの時の写真だと思うんですが。そうですね、すごい、もう国旗が、日本の国旗がすごいですね。多分落成式の時の写真だと思うんです。うん、中学校の。南部建設の様子でも、やっぱり反対した人も多いですよね。絶対ほぼみんな反対したけど、まあ当時はもちろん反対もあったでしょうし、ただ結構な暴れ川でもあったそうで、あ、やっぱダムができてから非常に 安定したというか、まあ、国のためにしぶしぶと、まあ本当、まあ地域のためでしょうね。になると思います。今湯原ダムはどちらかというとブラックバスの次の聖地というか、あれになってますが。そうなんです、ブラックバスか。まあ、今でも下流域っていうか、あれはあの放流しているのもあって釣り場として、はい。家庭科室ですか。はい。あ、まあ、キッチン的な。そうですね、あが入ってて。なるほど。これフィギュアが、あ、これなんかそうですね、地域の方から。あ、なるほど。フィギュアが、フィギュア浮いてます。本当にまとまってるというか、もう行き来しやすいので。そうですね、だからね、普通に お子さん連れてきても、なんていうんですかね、目の届きやすいというか。そうですね、まあ、学校なんで比較的安全なんで、ね、ですよね、はい、すごいですね、もう大自然の中にある。まあ、小さい子供さんはもう若い子というか、学校で発車で遊ぶ、まあ、普段ボールの貸し出しなんかもしてるんで、うん、まあ、グラウンドで。あ、Wi-Fi も通ってんですね。通信速度は普通にギガビット回線で。あ、通信制限を気にするあの、ね、若い高校生とか中学生の方とかもいいですね。でもいいですし、それこそワーケーションというか、ノマドワーカーの方とか、そういう方が来られても、電源と Wi-Fi ぐらいもありますので。ちょっと作業できますね、ちょっと。そうですね。ルーム兼会議室として貸し出ししてまして、もともとあちらは小学校時代の図書室だったエリアなんですけど、壁抜いてフリー。なるほど。してます。で、一部屋だけ向こうに教室風に残してるところがあるんですけど、なんか黒板に。そうです、地域の市内のこういうイラストレーターの方に黒板と書いていただいた。なるほど。部屋になります。ここは写真撮影用と、スケペンとか G ペン置いてますから、自由に漫画用紙に書いてもらえるみたいな。確かにこういう感じでしたね。懐かしいな、座って。そうですね、小学校時代の作りが。体育館。あ、はいはい、体育館。おお、ここは今も大体育館として使ってまして、この辺に非常に卓球とかが盛んでして、あるまあ、週数日ここで卓球の練習会が開かれたりとか、バドミントンとかバレーとかそういうのでも使ってますし。へえ、なんか懐かしいですね。
給食食堂です。おお。お弁当持ち込みされるんであればここで電子レンジとポットぐらいは提供してますし、駄菓子売り場でカップラーメンぐらいはありますが。あ、なるほど、はい。まあ、こんな感じだったんですね。僕の給食の調理室もそのまま残ってるんですけど、今後は地域の方 の, お祭りごとだったりイベントだったり、なるほど、とか農産物加工の中で使えるように置いてます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。